番組アンバサダーの市川團十郎白猿です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。元パラアイスホッケー日本代表、パラスポーツチャレンジャーの永瀬満です。永瀬満さん、1976年生まれ、北海道出身の48歳。高校1年生の時、神経の難病を発症して膝から下が麻痺、歩行が困難になりました。1995年19歳の時に、足に障害を持った選手がソリに乗ってプレーするパラアイスホッケーをはじめ、ゴールキーパーとしてプレー、日本代表の守護神として活躍しました。パラリンピックには1998年長野大会から4大会連続で出場。2010年のバンクーバーパラリンピックでは、準決勝で強豪カナダを破る大金星を挙げ、銀メダルを獲得しました。またパラスポーツチャレンジャーとして現在も様々な競技に挑戦、パラスポーツの普及にも取り組んでいます。もともとスポーツが大好きな少年だった永瀬選手、高校1年生の時 CIDP という難病を発症しました。私の病気、 CIDP という病気は、全身の末梢神経が炎症してしまう病気なんですが、最初は徐々に足首の力のが入らなくなってきたっていう症状が出てきました。最初は部活で一生懸命走っていても、だんだん足が遅くなっていったり重くなっていったりと、あるいは走ったり飛んだりっていうのが高校1年生の秋頃からできなくなってきました。発症してから30年以上経つんですが、徐々に全身のこう筋肉が、特に末端の方から落ちてきていて、足首は両方力入らないですし、ただそれより足よりですね、最近は手の方の力が落ちてきて、最近は箸とかペンを握るというのが難しくなってきます。そんな状況の中、永瀬さんはパラアイスホッケーに出会います。19歳、1995年だったんですが、当時パラリンピックというのもですね、世の中も全然そういう言葉がない時代で、19歳の時に日本で初めての障害者スポーツ雑誌、アクティブジャパンというのが発行されて、それを入院中に買ってきて見た中に、パラアイスホッケー、当時の名称アイススレッジホッケーという競技があって、やってみたいなと思ったのが最初のきっかけです。その退院した後に、北海道新聞にパラアイスホッケーの活動が北海道で始まるという記事を見まして、それでそこの代表者に電話をして、19歳の夏頃ですね、旭川から苫小牧まで行って、練習に参加をしてというのが一番最初です。そこに集まってくる人自体、みんな初心者というか、チームがこれから作っていこう、ちょうどこの日本、北海道でこのスポーツが始まるというタイミングで、私もそこに入れたというような流れです。何もお手本がない中、永瀬さんたちはどうスキルを磨いていったんでしょうか。当時の監督も、もともとアイスホッケー経験者であったんですが、みんなで手探りで始めました。病気になって4年間全く運動っていうのができなくて、やっぱり寂しい思いをしてたので、やっぱり好きなスポーツがまたできるという、 こう嬉しさが一番でしたね。当時日本のパラアイスホッケーのチームは、北海道、東京、長野で結成された3チームのみ。その中から日本代表が選ばれ、永瀬さんも初代日本代表の一人となりました。パラリンピックという存在を知って、自分にもチャンスがあるかもしれないと、分かって、やっぱりこの自分にとってこう生きる目標という形で、このパラアイスホッケー、そして長野パラリンピックというものを目指していきました。日本代表の早々期から長年にわたってゴールキーパーとして活躍した永瀬さん、キーパーになったきっかけは、もともと私はサッカーとか子供の頃していた時もゴールキーパーっていうのは好きでしたし、点を取るというよりも、リバウンドを取るですとか、ディフェンシブなプレイヤーだったので、なんとなく私もゴールキーパーがやりたいなっていう部分と、チームの、北海道の、状況を考えた時に、じゃあやりましょうというふうにスタートしました。私は身長180センチ弱ぐらいなので、日本人としては
身長もあって体格もいい方なのと、あとパラアイスホッケーをやるにあたっての障害が軽いので、まあ、転んでもすぐ起き上がれる、まあ、腹筋背筋がある程度効くので、まあ、そういったところもゴールキーパーに向いていたんじゃないかなと思います。チームとして形になってきた日本代表は、長野パラリンピックの前の年1997年初の国際試合を迎えます。一番最初の国際大会というか、まあ、パラアイスホッケーで一番最初の国際試合っていうのがですね、97年の1月に、確か大阪でイギリスと、試合をしまして、それが、初めての国際試合でした。私もフル出場して0対0で、その試合は、終えることができました。でしっかりとした大会としては、長野パラリンピックの1年前、97年の3月にスウェーデンに遠征に行きまして、そこで全部で6チーム確か集まって試合をしたんですが、もうボロボロに点数を取られて負けて、全く海外に歯が立たないなという思いで終わったというのが一番最初の大会の思い出です。1998年3月、永瀬さんは長野パラリンピックに日本代表のゴールキーパーとして出場しました。初めて経験したパラリンピックの雰囲気は、長野パラリンピックの3年前っていうのは、私病院のベッドの上で寝ていて、全くこう夢も目標も対してすることも何もない、そんな状況からこのパラリンピックを知ってパラリンピックを始めたことで、ガラッと人生が変わって、またこういろんな人に仲間に出会ってっていう、今度感謝の気持ちでいっぱいでした。長野パラリンピックで日本代表は最終的に5位になりました。最終戦イギリスと戦ったんですが、まあ、残念ながらそこは両チームとも無得点で引き分けに終わってしまい、最終的には7チーム中5位という結果で終わりました。やはり自分たちが、まあ、遠いと分かってはいたんですけど、やっぱりメダルを目標にしていた中での5位というのは悔しい思いで終わった大会だったので、なんとしてもその次の4年後ソルトレーク大会ではメダル争えるところまでもっともっと頑張ろうと、そういう気持ちで終わった大会でした。長野パラリンピックが終わった後、永瀬さんは2000年から3年間アイスホッケーについて深く学ぶため、カナダのオタワに留学しました。長野パラリンピックの後にもっともっとこうホッケー上手くなりたい、アイスホッケーの知ることを知りたいと思いが強くなってきて、ホッケー関係なしに留学をしたい、また英語が好きでもっと英語を学びたいっていうのもあったので、長野パラリンピックの後2000年からカナダに行って、カナダの選手たちと一緒に練習できるということで、カナダのオタワに3年間留学してました。カナダにいて一番はもうホッケーがもう国というか生活の一部になっているっていう中で、もう常にこうホッケーが目に入るというか耳にするという、そういう中でこのパラアイスホッケーがどうかという以前にアイスホッケーっていうことをすごく学べた時間でした。永瀬さんは続く2002年のソルトレークシティ大会、2006年のトリノ大会、2010年のバンクーバーパラリンピックにも出場。スキルを上げた日本はバンクーバー大会で準決勝まで進み、勝てば初のメダルという状況になりました。相手は地元カナダ。この準決勝はですね、意外とプレッシャーがなく、楽しみの方が大きな試合でした。本当ここであと1個勝てば、メダルを取れるという中で、あとはもう結果を出すだけ、しかもこう強いカナダを倒したメダルというのは価値がある、そういうワクワクで臨んだ試合でした。もうカナダは強いですし、もうとにかく攻撃力が半端ないので、基本的にチャンスはもう1回2回しかないだろうと、点を取れるチャンスなので、それまでどれだけこう最小失点ゼロに近い形で抑えれるかっていうのが、まあ、私を含めこうチーム全体で守ろうという目標でした。カナダ戦は第1ピリオドで先制された日本が第2ピリオドで追いつくという接戦の展開に、最終第3ピリオドで日本がついに勝ち越し、さらに相手のオウンゴールで3対1となりました。ずっと何年もカナダと試合をしてきて、
こんな接戦の流れっていうのはほとんどなかったので、もう日本チームはすごくいい雰囲気でもう気持ちも高ぶってました。これからカナダはもうどんどん打ってくるなと、もう捨て身で打ってくるなっていうのは分かったので、いよいよ俺の出番だと、もう自分がこれでヒーローになる時間だという、本当こう楽しかったですね。ブザーが鳴って勝利が決まった時の心境は、アイスホッケーのゴールキーパーっていうのはすごくラッキーなことに特別で、試合終わった瞬間、勝った瞬間にみんながゴールキーパーのところに集まってくれるっていうのが習慣なので、まあ、ブザーになったら私のゴールのところにみんな来るっていうのは分かってたので、まあ、マスクを取って、まあ、両手を上げてガッツポーズして、こうみんながわーっと集まってきたっていうのは、今までずっと苦しい思いで勝てなかった、でもやっとここで勝利つかめたっていう、本当嬉しさがいっぱいでしたね。バンクーバーパラリンピックでカナダを破り決勝に進出した日本代表、アメリカとの決勝には敗れましたが、初の銀メダルを獲得しました。この銀メダル、こう負けてもらう銀メダルっていうところで、やっぱり勝てるチャンスもあった試合だったので、やっぱりそこで金メダル取れなかった、優勝できなかったっていうところの悔しさの方が最初はありましたね。まあ、ただ今まで、まあ、沖を始めて15年でこのメダルにたどり着いて、本当たくさんの人たちが応援してくれたりサポートしてくれたっていうところで、本当いろんな人たちのこう、まあ、気持ちの思いっていうところも、ずっしり感じるようなメダルでした。しかし続く2014年のソチ大会では予選で敗れ、本大会出場を逃した日本代表。永瀬さんは2015年に現役を一旦退きました。やはりその時に出場した世界選手権で止めたと思ったパックが止めて出てなくて失点をしたっていうのも何個もあってですね、もう体的に私はこのレベルでやっていくのは無理だなっていうのを感じたので引退する決心をしました。しかし引退から5年後の2020年、永瀬さんは再び現役に復帰します。その後、まあ、5年ほど北海道で、いろいろパラスポーツの普及に取り組んでいたんですが、ちょっといろいろチームの、状況などもあって2020年に実は再復帰をしまして、3年間、2020年から23年まで一度復帰をして、再度2023年に、引退をして、今現在北海道ベアーズには無責を置いてメンバーでやってますし、いろいろこれから普及ですとか選手を発掘していこうと、そういう地域での活動に取り組んでいます。日本代表は去年から元カナダ代表のブラッドリー・ボーデンさんをハイパフォーマンスディレクターとして招聘。ボーデンさん、彼と知り合ったのは2000年なので、もう20年以上の付き合いで、まあ、いい友人でもあるんですけども、やはり現役時代、本当彼は世界のトップ選手の一人で、私も対戦何度もしましたけど、やはり試合をしたくない、対戦したくないぐらい怖い選手でした。特に今の日本チーム、若い選手たちはですね、アメリカ、カナダと試合をするという経験が全くないので、そういった中で世界のトップを知っているボーデンさんと今一緒に練習してもらえるっていうのは、若い選手たちにとって本当こういい財産になってるんじゃないかな。特に細かいスティックハンドリングですか、スケーティングであったり、こうアイスホッケーのこう試合感というところは、彼から学べてるんじゃないかなと思います。永瀬さんから見てチームの鍵を握る選手は、ちょうど同じ年齢のこう18歳の選手たちっていうのがですね、複数名いてですね、楽しみですね。大阪の伊藤選手ですけれども、彼はもうチームの中心エースになってますし、北海道の森崎選手、東海の海選手なんかもこれからがすごく楽しみで、本当日本チームは未来は明るいなと思ってます。現在永瀬さんは競技の普及にも力を注いでいます。私あの仕事としてはですね、北海道新聞社に勤めておりまして、そこでいろんなパラスポーツの現場に行って取材をして、記事やコラムを書いて発信をするという仕事をしているのが一つと、あと私個人的にはですね、講演活動で、学校とかいろんなところに行って、発信をするということをやってます。であとは、いろんな北海道のパラスポーツ仲間と協力をして体験会などを企画運営したりですとか、
SNS ですとか、メール配信などでいろんなこうパラスポーツの情報配信っていうのを日々やっています。日本パラリンピアンズ協会の立ち上げにも関わり、長年理事も務めました。今は、理事とか、役っていうのは知られたんですが、私が2000年ですね、水泳の河合純一さんに声をかけて、まあ、同い年だったっていうのもあるんですけども、日本にも選手が集まって行動を起こす、声を上げていくっていうのが必要じゃないか。でその後にアルペンスキーの小宮田邦子さんに声をかけて、何かそういう団体を作っていこうと。そういう中で2003年に日本パラリンピアンズ協会っていうのを設立をして、当時はまだまだパラリンピックっていうのは注目されていなかったんですが、東京大会などもあってですね、今こういった選手が集まって幅広く活動できるような団体になりました。いろいろ社会に向けてやっぱり自分たちの経験というところを発信をしたりですとか、今力を入れているのは若い学生たちでこれからパラリンピックを目指したいっていう、そういう選手たちを先輩としてサポート応援していく、まあ、そういったきっかけを作るっていうのも、我々の大きな役目かなと思います。でまた選手たちは意外とこの競技を超えたり地域を超えてっていうつながりがあまりなくてですね、こういったパラリンピアンズ協会の集まりやイベントを通してですね、競技を超えて親しくなったり知り合ってですね、やはりこう選手同士がお互いいろんな悩みだとか、他の競技はどうやってんのかなって、そういったのをこう知れるというような場にもなっています。永瀬さんにこれからの夢を伺いました。私個人的にはですね、まあ、選手を引退をして人と競い合うとか勝ち負けっていうんじゃなくて、私みたいなこう体でどんなスポーツどこまで挑戦できるかなってことをやろうっていうので、この半年ぐらいやってます。具体的にはクライミングに挑戦したりですとか、ボートローイングであったり、あと今年の冬はスケルトンという競技も挑戦をしてですね、なんか趣味というレベルはもう超えてはいる感じなんですけれども、やっぱりそこであまり誰もやってないことを挑戦する、まあ私がやっぱり自分の体を通して体現することでそれを知ってもらって、あこんなスポーツもあるのかとか、あ長瀬でできるんだったらじゃあ自問できるんじゃないかな、そういったところを体を通して使えていきたいって、そういう思いがあります。今挑戦するっていうのが楽しみになってます。